どうも皆さん、こんにちは、ヒノです。ということで、今回なんですけど、このマイクラの世界で異常気象が発令されました。雨じゃなくて、シュルカーがね、降ってくるらしいんですよ。これから。ということで、今回はね、空からシュルカーの雨が降ってくる異常気象を使ってサバイバルしていきたいと思います。ということで、この神の僕が神の力を使って雨降らしちゃいましょうか。いけ!うおー!降ってきた、本当に。めっちゃ晴れてるけど、シュルカーがね、雨となって降ってきてます。すごい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 。これね、中身あるのかな?ちゃんと中身もある。今、オレンジにオレンジのアイテムが入ってるんで、もしかしたら、こっち青色かな?おー!青色のアイテムがいっぱいあります。とりあえず、ベッドで寝とこうか。はい、ここがね、リスポーン地点になりました。紫は紫のアイテム。緑は、おー!エンダーアイ!これ欲しかった。そしてゾンビの頭なんてものもゲットしました。こんなのあるんだ。せっかくなんで、ね、つけていきましょう。イエイ。じゃあちょっとね、ネザーライト多分黒だと思うんだよね。ネザーライト、あった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 。インゴットゲット岩盤もあるんだけどでしかもシュルカーの中にシュルカーが入ってるっていう、もうめちゃくちゃだこれ。せっかくなんでね、岩盤も設置してみましょう。えい、すごい。もう二度と削れなくなっちゃったこれ。で、プレイヤーの頭、ドラゴンブレス、エンクリもある。やばすぎやばすぎ。で、黒曜石、あ、すごい。ネザライトのチェストプレート、これ黒色のブロックめっちゃいいね。ドラゴンの頭も、もうネザ行ってないのにもうドラゴンの頭ゲットしました。すごくないか。はい、ということで、もうね、開始数十秒でドラゴンの頭ゲット、そしてネザライトゲット。ちょっと今回相当簡単にエンドラ倒せちゃうかもしれない。ちょっとね、いろいろと探っていきましょうか。ズボン、ネザライト、エンダーチェスト、いいねいいねいいね。やばいやばいやばい、もうアイテムだらけだ。アイテムだらけすぎる。永遠に降ってくるんかな。知恵の本、何これ。皆さん見てください。ドラゴンの卵ゲットしちゃいました。こんなものも降ってくるんだ。ビュン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 。ということで、続いて探していこうか。ちょっとね、エンダーアイとかいっぱい欲しいな。紫、アメジストもある。あ、肉肉、これ大事ですね。でしかも弓矢も大事。記入済みの本、これ何が書いてある。無効な本のだ、何やこれ、見てこれ。これありですか皆さん。はい、ということで、サバイバルモード、今ね、コマンド何も使ってません。チート使ってません。しかし、なんとコマンドブロックゲットしちゃいました。でちなみにこれ、コマンドブロックは置けないみたいだね。これもトロッコを走らせることできません。なのでちょっとゴミですねこれは。なんだこのシュルカーの雨は。皆さん、こんな光景見たことありますか。もうマイクラじゃないっていうね、何もクラフトしないからね。マインクラフトっていうゲームなんですけど、これ何もクラフトしてません。そして 1.9 の要素あるんだ。スカルクセンサーもちゃんとある。もう最新版対応ってことですねこれは。おかしいな、 1.182 なんだけど、これなんであるの、スカルクセンサー。なんと皆さん、エンド行く必要ありません。もう探す必要ありません。なぜならエンドポータルフレームをね、用意してくれてるんですよ。もうここでさ、アイテム集めてすぐドラゴン行けるってこと。何これ、すごそうなやつ見つけた。デバッグ棒、ちょっと見たことないレアアイテムも入ってるやん。多分データ上に存在してるけど普段見ることできないみたいな、そういうアイテムがちらほら入ってるのか。もしかしたらこのスカルクセンサーもさっき本当はね、ないはずなんですけど入ってたから、データ上だともうすでに存在してるのかもしれない。ネザライトの剣ゲット、もうこれ結構無敵だぞ。何でもできてしまいますね。欲を言えばピッケル欲しいな。ピッケル、ちょピッケルと、あと近隣、なんだこれ、火のトーテムとライトブロック。何これ、何ですかライトブロックって。みんな知ってる、ライトブロック、何これ、ライト、何これ、なんか透けてるんだけど、置けてる、置いてるな。なんか謎のアイテムゲットした。でスポーナーもある。はい、これでもう、あ、やばすぎる。豚スポーナー置けたんで、もう肉手に入る放題だね。まあ、そんなことしなくてもご飯いっぱいあるんだけど。でバリアブロック、これも使えてしまうのか。なんでもありだな本当に。あ、オッケーオッケー、ネザライトのズルハシゲットです。自分で作ったポータルでさ、いけるのかな?ちょっとやってみましょう。ここに立って3マスずつやっていけばいいっぽい。いきます。1、2、3。これでゲート開くかな?ちょっと足りない。足りない。目が足りない。足りなかったらもうすぐそこで調達するっていうね。開きましたね。こんなとこで開いちゃうんだ。それじゃあね、いざ。
決戦に向かいましょうか。さて、着きました。ここでも降ってんの？ここでも異常気象起きてんだ。こんなところでも異常気象が起きてるみたいです。なので、ある意味物資心配することなく、なかったら現地調達するっていう風な、これでいけるよね。ジャエンチャリンゴ食べて、そして飛びます。ここもね、ちょっとめんどくさいんで、これで採掘していきましょうか。えい。さあ、着いた。もうめちゃくちゃなんだけど。もうすでにめちゃくちゃですね。さすがにこれにはドラゴンも困惑するでしょう。とりあえず、まあ、従来のね、普通の倒し方で倒していこう。やっぱ死ぬ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 。今のシュルカーの雨を味方につけた僕に敵などない。なぜなら、物資が足りなくなったら手に入れてしまえばいいんだから、何も怖くない。さあ来い、エンダードラゴン。ビビってるのか。いいでしょう。迎えに行ってあげましょう、私が。これで、回復1個壊しました。で、他のとこも、壊す。でエンドラに一旦この光の矢刺しときたいね。光れ光れエンドラ。光らないんだエンドラは。やばい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 、狙われてるけど、まあ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 美味しくねいただいてしまいましょうか。物資がなくなったら即補給する。さあこっち来い、降りてこい降りてこい、エンダードラゴン降りてこい。いいねいいねいいね、いい子だいい子だ。そしてここに来たと思ったらバコーン、痛い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 。ちょ続けてバコーン行きましょうか。まだまだバコるよ。これ乗せて、ポカーン。一旦この回復キットをすべて撤去しないと始まらないんだよな。やつの回復の供給源を断ちます。頭皮の木があったんで、ここで初めてクラフトしました。今回のマインクラフト、初めてのクラフトは木です。やっぱりね、エンダードラゴン戦、木必要ですよね。で、物資が足りなくなった。シュルカをつなげて上に上がる。いっぱいあるね。いいね、いいね、いいね。なんでもいい、なんでもいい。ブロックを、ブロックを持って、上に上がれさえすればいいんだから。来ました。残り、エンクリ。1、2、3、4、5、6、7。7個ある。全部ぶっ壊そう。この大量のシュルカーをうまく利用し、死ぬ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 。死んじゃう、それ。危ねえ。危なかった。とりあえずちょっとスポナー沸かしときましょうか。わかんないけど。いけ、豚！意味ないね。痛い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 って。しかし、これで一掃していきましょう。はい。死ぬ死ぬ死ぬ。それ、さすがに、さすがにド S。さすがにド S。こっちがわちゃわちゃしてる間に。これはまずい。果たして、このシュルカーの雨の世界で、真に生き残るのはどちらか。まあ、すぐわかることでしょう。オッケー、一旦ゆっくり物資集めることできた。これで回復源。立って、で、あそこだな。あれをね、回復源を立たないことには、エンドラは回復してしまいますから。いってマジで。おめ、ちょっと、待ってろ、お前。すぐぶっ潰すからな。いた。これで、爆発させる。オッケーオッケーオッケー。なんだかんだ接戦になってるぞ。やつもやつでな、僕を殺そうと必死ですね。しかし、負けません。なぜなら世界は僕の味方をしてくれているから。エンダードラゴン直接攻撃してきた。許せねえな。血が昇ろうとしてるのに。やっぱりこの回復源をね断たれたらやつも負けてしまうっていうのは分かってるんでしょうか。賢いねドラゴン。まあ、しかし僕の方が賢いよドラゴン。ここでね、ゲットした檻もちゃんと使ってね。これがね、リデュース、リユース、リサイクルですよ。3R 制作ってやつ。クラフティングで、しっかりとブロックを増やしつつ、登っていきましょうか。来た。残りね、あそこの3つなんで、あれを壊せば、エンドラの回復源は断たれます。しかし、近年稀に見る、エイムの下手さ。1個爆発！ OKOKOK、ナイス。さあ、ドラゴン降り立った。いきます。レッド爆弾。お前の弱点だろ、これが。なあ。そして、まだ許さんよ、ちなみに。削るからな。こっちは削るだけ削るから、マジで。許さんよ。なんだそれ！なんだそれ！何をした！なんだその技は！初めて見たぞ、君。これで。ここでエンクリ爆発するとこうなるの。マジか。ちょっと、
ちょっと作戦変更、作戦変更。マジか。ということで、高いところからね、落ちてしまいました。これでやり直しなわけなんだけど。ちょっとね、すぐ戻ります。さて、戻りました。とりあえず、物資はね、こっちで集めましょうか。ちょっと緊急ですね、これは。人参かじりながら、上に登っていこう。この戦争で勝つのは僕だ。絶対にな、負けるわけにはいかないんですよ。ただ今、この状態でやられたら死ぬ。オッケー、ナイスナイスナイス。さあ、僕を殺しにね、かかってきてますが、もちろん、通用しないよね。こんなんじゃ、甘いわ。甘すぎ。なかなか奴も一筋縄では行かせないと、言ってますがね。しかし、こっちは無限アイテムなんですよ。これで奴の供給源。もう他にはないのか、これで。これで奴の供給源すべて立ちました。あとは、とどめ刺すだけです。さあ来た。これも、バカツ。君も終わらせたいか。いいだろう。終わらせてやる。あぶねえ、マジで。だって終わらせるぞ。いけ、エンクリ。おら、死ぬ、死ぬ、それは死ぬ。あぶねえ、マジで。危なすぎる。ただ大ダメージ与えられましたね。ちょっと焦ってる、あいつも。あいつももう殺されると。焦ってきてますね。まだ物資はあるから。降り立て。エンディードラゴン。降り立つ、降り立つ。奴を仕留めるにゃ。これですよ。とどめを刺す日は近いぞ。降り立った。来るぞ。来たー。ということで、無事、この雨の中、エンダードラゴン討伐することができました。現地も大量にゲット。そしてね、卵もここにあるんですが、卵はね、正直、もうね、このアイテムゲットすれば、拾えばね、いいわけなんで、いらないっていうね。最後、クリエイティブでどんな感じに世界が変わってるのか見ていこうか。ということで、なんと、こんな感じのね、世界になってるみたいです。これやばいね。気持ち悪い、もう、もはや。